ジャック・ベッケルはフランスの映画監督、脚本家。フランソワ・トリュフォをはじめとするヌーベルバーグの監督たちに敬愛された数少ないフランス人監督の一人である。1906年9月15日、パリで生まれる。幼少期に画家のポール・セザンヌを通じてジャンル・ノワールと知り合い、1931年から1938年まで助監督を務めた。 1942年初の長編となる最後の切り札を発表。以後赤い手のグッピーや偽れる装いといった作品を発表する。1947年の幸福の設計はカンヌ国際映画祭で恋愛心理映画賞を。1949年の7月のランデブーはルイデリュック賞を受賞した。これらの作品は1951年の エドワールとキャロリーヌと共にパリ市政三部作として知られる。1952年、シモーヌシニョレを起用した肉体の冠を発表。1954年の現金に手を出す名はフレンチフィルムのワールの古典として知られ、ジャンギャバンにベネツィア国際映画祭団優勝をもたらした。1958年にはジェラール・フィリップを起用し、 アメデオモディリアーニの半生を描いたモンパルナスの明かりを発表した。同作はマックス・オフィルスが生前に企画していたものである。1960年のアナは脱獄映画の傑作として知られる。同年2月21日、53歳で病死した。1956年に女優のフランソワー,ーズ・ファビアンと結婚した。息子のジャンは映画監督に エチエンルは撮影監督になった。孫の類はプロデューサーである。肉体の冠。ありがとうございます。